ハロー YouTube、ニーハオヨークワン、リンチーです。ですね、今日もですね、日中を股にかけた、タバコのことがよくわからないバイリンガルの僕が、皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。中華知らずは世界の3分の1を知らない、そして日本のマスコミは本当に偏向報道ばかりで、情報が非常に遅いので、皆さんぜひチャンネル登録と、Twitter をフォローして、中華ニュースを追ってみてください。はい、ですね、今日のニュースなんですけどもね、中国国内で電子タバコに対する、監視が強化されて、中国国内の、ね、電子タバコ の, メーカーである、電子煙酒と無心科技っていう、会社があるんですけども、まあ、名前長いんですけども、ナスダックでも上場しているらしくて、RLX 鍵鍵はですね、科学技術を短縮して鍵ですね、RLX 鍵っていう、株なんですけども、それの、ね、株価がですね、そのニュースによってちょっと違うんですけども、最新のやつに、よると、どうやらね、40% ガタ落ちしたっていう、話なんですよね。で、そのニュース自体はね、管理を厳しくするとしかね、ほぼほぼ書いていないので、簡単に言うとですね、今までね、伝統的な火つけるタバコっていうのがあって、それに対してね、この電子タバコっていうのが、登場してきて、でね、多分ね、電子タバコがあらゆるなんか中国の法律をかいくぐって、例えばね、吸う場所制限されるとか、子供が買えない、未成年が買えないね、ちなみに中国国内で、タバコ吸うのは年齢制限ありません。ただなんか、どうやらその未成年が買えないようになってるらしいんですよね、お店じゃね。ただね、実際のみんなバンバン買ってるんで、簡単に買えるんですけどもね、それで未成年買えないとか、あとは何つうのかな、要はね、伝統的なタバコとね、同じ扱いになって、税金とかも多分今まで取られてなかったんじゃないのかな。タバコ税ってあるじゃないですか。タバコ税とか、あって、それもなんか払わなくちゃいけなくなったということで、多分ね、この電子タバコが、出てきたところで、出てきたばっかりということで、いろいろ規制されていなくて、みんなね、こっちの方を吸うようになってきて、僕も実際ね、日本からね、カートリッジ買ってきてくれ、これこれこれって言われて、コンビニ行ってね、ガッて買って、持って帰って行っていたことがあるんですよ。で、僕タバコのことが全然わからないんで、カートリッジ持って行っても、そのカートリッジの中開けてみたこともないし、どうやってセット、するのかわかんないし、とりあえず、ね、電子的に、おそらく加熱するんだろうっていう想像はつくんですけども、そもそもなんでこんなもんいちいち持ち歩いてこの人たちは吸ってるんだって思ってるくらいなんで、すごくどうでもよかったんですよね。ちなみにね、タバコ自体がね、そんなに好きじゃないんですけども、人がね、吸ってるのは、ね、気にならないんですよ。でね、何が嫌かっていうとね、タバコの紙パックのね、簡単に潰れるもんをね、なんかポケットに入れて潰さないように行動しなくちゃいけないっていうのが、そもそも僕に大きなストレスなんで、タバコなんてね、まずね、吸うわけないんですけども、今回この中国国内でね、この電子タバコがより、監視が強化されるということで、税収取られたりとか、吸う場所制限されたりとかね、それとか未成年じゃね、簡単にね、買えないような方向性に行くということで、中国国内のね、RLX、鍵っていうね、株とか興味ある人はちょっと、注目しておいておいた方がいいんじゃないですかでしょうか。でね、30% とかね、40% とか言ってるんですけども、実際僕どうなるか分かんないんですけども、タバコとかで 30%、40%、ガンって下がってたら、それはなんかチャンスなんじゃないのって僕とかは思っちゃうんで、実際どうなるか分かんないんですけども、なんか、そこら辺ね、詳しくて予測できる人は、ちょっと予測してみてください。はい、今日のね、この動画がね、いいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再見。